こんにちは、速稼塾のここです。トロンという暗号通貨を買うために、そのビットポイントっていうところをね、口座開設申し込んだんですけども、今日口座開設の案内が完了しました。ということで、これからログインしていこうかと思うんですけども、いや、良かったと思います。まあ3日ぐらいかかりましたかね。このようにメールが来てますんで、こちらの方からログインしていこうかと思いますね。はい、ビットポイントログインですね。2段階承認っていうのがありますんで、これはメールアドレスの方に来るのかな。来てないですね。どこに来るんだろう。ああ、携帯電話の方に来ましたね。携帯電話の方に来たのが、839544かな。839544。これでどうですかね。あ、ログイン完了しましたね。はい、よかった。じゃあちょっと全体を開いてみましょう。はい、全体を開くとこのようになっていまして、まあ、この中央にですね、扱える暗号通貨7種類出てきて、トロンが今14円だよって出てますね。申し込んだ時が17、8円だったんで、ちょっと下がったんで、あ、今だったら買うのにはなかなかいいタイミングじゃないかなと思います。まあ、当時から比べればですよ。これからその評価をしていくところですけども、それから保有資産はないし、これから入金しないといけないですね。コインを買うとかいうところもあります。コインを売るってところもありますね。貸して増やす、ああ、これいいじゃないですか。だからディファイが入ってるんですよね。で、申し込みとか貸し出し状況とか受け取り履歴とかね、入出金とか、チャートがいいですね。XDC を見てみましょうか。ここで、あ、じゃあトロンか、XDC じゃなくて。これを見ると、14円から、あ、別に今、買い水準ですね、これね。違う、時間軸を4時間にすると、こんな感じです。1日足にすると、あ、結構6円の頃から上がってきたんですね。さあ、これをどう見るかですね。これから分析して、いろいろとやってみようかと思いますけどね。まあ、何にしてもこれからトロンしばらく付き合っていこうかと思います。まあ14円で買うのか15円13円になるのか分かりませんけど、まあ14円からねスタートすることになるでしょうね。まあとりあえず10万円ぐらいから様子を見てスタートしていって、随時10万20万と足していこうかなと思います。まあそうですね、今回トロンに振り向けられる資金としてはマックスで50万ぐらいのスタートですかね。まあ、全体のポートフォリオから見ても50万っていうのはちょっとイレギュラーなんで、多少やりすぎな感もありますけども、まあ50万が100万円ぐらいになればいいかなみたいな感覚で、本当になんかテレビゲームをするような感じでございます。あんまりね期待せずにトロンの方追っかけていきましょう。それではね、トロン今3000円分もらえるキャンペーンがやってるみたいなんで、下の方からね、お申し込みいただいて一緒にトロン楽しんでいきましょう。それでは。